タックは模擬面接というものが非常に充実していますので、私はこれがすごく役に立ったと思いました。シートは、まあ、各校舎に過去の受講生さんだったり、そういった方々が面接の質問だったり、実際の当日の流れだったり、そういったものを情報化してシート化したものになっております。僕が活用した方法としては、受付でもらえまして、質問どういうのがあるかなだったり、本番の雰囲気だったりが試験紙ごとにどういうふうに異なるのかだったり、まあ、そういったものを自分でルーズリーフだったりにメモしたりしてまとめたりしていました。私はこれがすごく役に立ったと思いました。勉強は独学でもすることはできると思うんですけれども、やっぱり面接などの対策はすごく情報戦になると思うので、タックは大手予備校の中でも頭一つ抜けているというふうに思いました。私はそれを特に区面接で利用したんですけれども、あまりネットに情報が載っていないので、前の年の先輩の情報はありがたく、実際に2分間で自己紹介や志望動機を言ってくださいという1年前の質問に対して対策をしていたので、実際に自分が受けた中でもそういう同じような質問があり、しっかりと答えることができました。面接に関しては、タックは模擬面接というものが非常に充実していますので、そういったものを活用しながら、私は埼玉市市役所を受験したんですけど、そういった中で集団面接だったりグループディスカッションだったり、そういったものをやる機会が普段あまりないので、そういったものを非常に活用して非常に便利だなと思いました。私は自分にすごく自信があまりなくて、喋ることが苦手だったんですけれども、模擬面接や面接対策ゼミを通してたくさん練習することによって、少しずつ自分に自信が出てきて、本番は悔いのない面接をすることができました。自分自身だけでは得られない情報が、タックには面接や筆記対策ももちろんたくさん情報があるので、それらを有効に活用していただけたらなと思います。復元シートだったり担任の先生だったり、非常に頼りになる存在です。そういったものを非常にうまく有効活用しながら、自分自身の足だったり手だったりを活発に動かしていただいて、合格をつかみ取っていただけたらなと思います。タック最高。